ヤブロノブイ山脈の位置ロシア、カザフスタン、モンゴルから中国にかけての山岳ヤブロノブイ山脈はロシアのシベリア南部にある山脈。モンゴルの国境付近の高原から北東方向に 1000km にわたり伸びており、バイカル湖よりちょうど 400km から 500km 東にあたる。ヤブロノブイ山脈は東西に伸びるスタノボイ高地に合わさり、その東は オホーツク海へ向かうスタノボイ山脈につながる。ヤブロノブイ山脈の北西は、レナ川水系のビティム川や、エニセイ川水系のバイカル湖へ向かう川など、北極海へ向かう水系が走る。山脈の東は、シルカ川など、太平洋へ向かうアムール川水系が走り、北東には、レナ川水系のオリオクマ川が発しスタノボイ高地と、スタノボイ山脈の間を流れる。 山々は高くも大きくもないが、細く長く続いている。最高峰は、ソホンド山山脈沿いは、人里離れた人口密度の著しく低い地域で、集落のほとんどは、鉱山付近に展開する。主に鈴が採掘される。山脈の東の地下と西の裏腕をつなぐ、シベリア鉄道はこの山脈に沿って走っており、トンネルで山脈を越える。 ありがとうございます。